の秘密基地ブレインセット動画をご覧に皆さん、こんにちはおたほです今日紹介するおもちゃは、これだトランスフォーマービクトリー三重合体騎士ロードシーザーだ <laughs> おー全国の超激世代トランスフォーマーやろガングやろ集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします それから、ちびっこはぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こうトランスフォーマービクトリー。1989年の当時のおもちゃになります。いやー、これはね、僕が小さい頃にとにかく憧れた、欲しかった玩具です。というわけでね、あの、長劇世代の人はね、知ってるかもしれません。もう思いっきり僕と一緒に懐かしも、知らない人もね、たくさんいると思います。 今のトランスフォーマー野郎でもね、劇場版とか、最近のトランスフォーマーは知ってるけど、この辺のは知らないなっていう人はね、ぜひ僕と一緒に楽しみましょう。<laughs> まあみんなで楽しもう。それでは行こう。このトランスフォーマーね、合体します。三体合体。これは三0合体騎士といって、まあ三重師のようなね、えー、ブラッカー、ラスター、ブレイバー。この三体が合体してトランスフォーマーに、あの巨大合体ロボ、ロードシーザーになります。でパッケージの背面。 で、この昔のトランスフォーマーってさ、箱がめちゃくちゃかっこいいんだよね。以前の僕がレビューしたマスターピースのスターセイバー。これが登場するトランスフォーマーですね。和製トランスフォーマーと言って、日本が主導で作られたトランスフォーマーなんだけどね。僕の直撃のトランスフォーマーはこういう和製トランスフォーマーです。アニメもね、めちゃくちゃ面白いんだよね。パッケージはこんな感じです。 さあ、それでは早速、ブラッカー、ラスター、ブレイバーを取り出しますじゃーんビークルモードです順番にね、見ていこう。まずは、ブラッカー。これがね、副官ですね。で、これは、総司令官のスターセイバーの次に偉い人っていう感じですね。これは、レーシングバギータイプになってて、それぞれ、ビークルモードで、追加走行のパーツがついています。 これのさ、何がかっこいいって、この追加走行パーツ、これ取り外すと <laughs>、じゃーんそう、この当時大流行だったミニ四駆あれのフォルムにね、もうそっくりなんだよね。このなんていうの、このバンパーのところとかさ、このラバーの、このスパイクタイヤのところとかね。たまんない <laughs>。あとはね、メッキがついてたりとか。こんな感じでね、コロ走行できます。男は黙って、童心に帰って、殺走行。 できます。でね、このブレインマスターとは何かというとね、こうブレイン、あの、正義のシンボル。ブレインがね、内蔵されたトランスフォーマーになっていて、これはビークルモードでね、ウィンドウが開きます。じゃーん。これがブレインと呼ばれる。まあ、人型メカですね。すごいでしょこのトランスフォーマーはね、メイドインジャパンです。精度がめちゃくちゃ高いです。ブラッカーはこんな感じ。さあ、次。えっ、ー、とね、これが、えー、技のブレインだね。 これがラスターと言います。こんな感じ。この残りの2体はね、スポーツカータイプになってます。かっこいいよね。イエロー。で、ホイールのところはちゃんとメッキになってて、タイヤのところはね、ラバーパーツ、パーツになっています。これはね、合金パーツが使用されていて、ほどよく、ずしっと重たいです。ウィンドウが開きます。こんな感じ。ね、ちゃんと中にブレインがいます。こんな感じ。これもね、コール走行できます。 さあ、そして最後。これが、えっ、ー、とね、知恵だったかな。知恵のブレイン。これが、最後が、ブレイバー。造形はこんな感じ。これもスポーツカータイプなんだけど、さっきのやつとね、ちょっと違います。こんな感じ。ウィンドウはね、濃いめのブルー。横。こんな感じ。ここもね、合金パーツが使用されています。ブレインを見てみよう。 いいよねこれなんて言うのかな今でもね、こう、ダイアクロンって、こう、リメイクアイテムあるけどさ、こう、宝の伝統的な、こう、人型と一緒に、こう、連動して遊べます。もう、とにかく精度が高いですね。3体のビークルモードはこんな感じ。さあ、それではね、トランスフォームさせようか。いきますじゃあ、順番に行こう。まずは、ブラッカー。トランスフォーム今回のロードシーザー、オタファテクニカルレベル。全部合わせてズバリ 4! 非常にシンプルだけど、面白い変形型パターンですあ。あとね、さっき言うの忘れたんだけど、えー、それぞれね、武器があります。剣。これがありますからね。さあ、それではね、味わいながら行こう。まずはパーツを取り外す。で、これが本体ですね。で、ここにブレインがいます。これを取り出す。これ精度めちゃ高このブレインを見ていこう。ここにクリックがあって、中に、 こういうね、人型のブレインがいます。力のブレイン。後ろはこんな感じ。小さいながら非常によくできています。こね、腕も動くし、足もクリックで両足がこう一緒に稼働します。こんな感じ。最近のトランスフォーマーでもね、ヘッドマスターのギミックがあるんだけどね、これはブレインですね。ブレインマスターっていうのはね、この3体とスターセイバー、4人しか地球上に、あの、世界にね、いません。<laughs> というわけでね、まずはこれを取り外し、 ウィンドウを閉じ。あの、古いおもちゃだからちょっとね、あの、いじり方が独特かもしれません。ここを開く。ロックを外して、下に折りたたむ。そうするとこのようになります。そしたら、足を、引っ張る。で、内側にジョイントがあるんで、ジョイントを外すとちょっとね、あの、くたっとしてるんだけど。これで変形完了です。さあ、そしたらね、ブレインセット これがメイドインジャパンの力よ。これ感動するよ。初めて見る人。胸部カバーを開き。中はこういう風になっているんですね。この中に、そう、ブレインが入ります。ちょうどこういう風に押し込むとピタッと入ります。ブレインをセットすると。見た <laughs> ブレインが顔になる。 これめっちゃ感動するよね。すごい精度なんだよ。これが子供の頃憧れた。これで変形完了です。あとはね、武器があります。すべてのメンバーはシールド。あとは銃。そしてソードがあります。えっ、ー、とね、縦はね、この横のところに取り付けると。二つ穴があって、このように噛み合わせて。これが銃ですね。銃はこのように手に持たせ、最後に、 手に剣を持たせれば、これで完成ですね。いやー、これシンプルながらよくできてる。ここが一番の肝だね。さあ、次は、えー、ラスター行こう。トランスフォーム取り外し、えーウィえー、ウィンドウを開くと。で、ブレインを出す。これに座ってんだよね。はー、この精度が、めっちゃ高い。ラスターのブレインはこんな感じ。 うん。一体一体ね、よーく見ると違うんだよね。ちなみにギミックをちょっと先に紹介すると、この中にス,スプリングが仕込まれてて、まあ、こういう感じでね、顔が出てくると。うん。一回ね、プレインを追って。<laughs> あのー、あれかな大丈夫かな僕はめっちゃ楽しいんだけど、<laughs> 楽しめてますかここを開いて、反転します。こっちから見てみよう。こういう感じ。反転から見ると、このようになってます。ここはね、合金パーツです。こう。足を開いたら、 今度は、この車体の上の部分ですね。ここを、このように開く。さあ、そしたら、拳を出す。すべてのね、ところがカチッと決まって気持ちいいですね。こういう感じ。そして、ここを開くと。はあ、もうね、これ、ね、大好きですね。ブレインセット ピタッと入れてじゃーんこれで完成ラスターロボットモードで追加パーツこれがねシールドになりますこれね1個気になるところがあってこのまま腕の横のピンに取り付けるんだけどえっ、ー、とねここに軸があるからちょっとこう垂れ下がってきちゃいますね優しくいじりましょう腕を動かすときはねクリックがありますでこれがブラスター10になりますね これを持たせて、最後に剣を持たせれば。これでね、武装完了。このようになります。うん、いいね。どんどん行こうさあ、そして最後が、ブレイバー。これもね、変形、あの、実は全く同じです。とこのように取り出して。えっとね、ブレイバーのブレインはこのようになってますね。 うん。これのね、造形もいいですね。で、ちゃんと専用シールがあるとかね。すごいこだわりだなと思ってね。やっぱメイドインジャパンは伊達じゃないね。本当にね、日本に生まれてよかったと思うわ。ここを開く。開いて。足を反転。これなんかシンプルながらいいんでね。で、ここを開くと。あのね、ここをいじるときね、結構、あの、渋みがあるんでね、気をつけたいところですね。 どことなくこのカラーリングがスターセイバーの、セイバーみたいなカラーリングだなと昔から思っていました。で、ところどころにこう色分けがあるのはほぼシールですね。大まかに成型色とシールのちょっとしたところがね、塗装になってます。ここを開いて、これね、ブレインセットちょっとこれゆっくりやろうか。 おー、めちゃくちゃ精度高いよね、これ。あの、ゆっくりやってるけど、ちゃんと、素早くやっても、ちゃんと、できます。これでね、ブレイバーの変形完了。で、武装を持たせると。これ持たせれば、これで完成。おー、3体をね、一気に並べるとこんな感じです。あー、どう直撃世代の人じゃない人から見ると、ちょっとこう、ずんぐりしてるかもしれないんだけどね、僕は、 うん、なんだろうな。あ、これは、これがトランスフォーマーだよっていう感じがね、すごくします。味わいがあってね、今見てもいいなと思いますね。後ろから見るとこういう感じ。あ、で、ちょっといじるとね、このシールドがちょっと垂れてきちゃう。ここがちょっと残念かなという感じですね。それぞれ。うん、本当に味わいがあります。さあ、お待たせ合体行こうロードシーザー行きます力と技と知恵の合体 あの、最初に、折れ変形合体をお見せします。その後で公式の合体をお見せします。まあ、理由は後で。それではいこう。味わいましょう。<laughs> まずは腕を引っ張ると、ちょっと硬いですね。このように引っ張ると、腕が伸びます。そしたら反転。で、ここからウィングを出す。こう。反転側も同様。こうですね。 そしたら足回りはね、後でいじります。ここが俺変形合体なんだけどね。一旦これで完了。さあ、次。今ね、ラスター。武器を取り外し。でね、さっき追加パーツ外したんだけど、これらも全部合わせて合体します。このね、ロードシーザーのすごいところは、そのパーツを余らさずに全部の形態でね、変形合体が再建できる。そこがね、すごいんですよね。一回この残りの2体はビークルモードに近いところまで変形させます。 これでね、合体準備完了。さあ、そして最後が、ブレイバー。同じく武器を取り外し、どんどん行こう。この合体ロボットのさ、この合体させてる時ってめっちゃ楽しいよね。これ劇中でさ、この t キュー狙うのは誰だっていうさ、オープニング流れんだよね。うん。これで合体準備完了です。そしたらね、この3体を合体させます。足。 足の裏が空洞になっていて、そう、この両脇がね、足になるんですよね。このように直接合体させます。結構渋みがあるんで気をつけたいところですね。せーの。うん、いった。じゃ反対側も合体させる。せーのー。いったいった。うん。さあ、そしたら足元。ここだけちょっと折れ変形させます。このグレーのパーツをワンクリック。こう出した後、この中の隙間を押し込む。 こうスライドさせます。判定側も同様。ワンクリック、押し込む。でね、そうするとこういう風になります。さあ、そしたらね、追加走行パーツがいっぱいありましたね。これらが全部合体します。まずは、剣。このブラッカーのパーツを中心に、凹凸ピンを噛み合わせる。結構工程あるな。急ごう。<laughs> こういう感じでね、凹凸を合わせます。まあゆっくり味わえばいいか。こういう感じ。で、 このパーツですねこういうふうに限界ここの部分を曲げるそうこれがね足のパーツになるわけですねこう反対側も同様これよく考えられてるよねこういう感じ劇中だとねもっとこうスコンスコンスコンっていくんだけどね <laughs> まあ玩具だと、うん、ちょっとね手間暇かかります このパーツは拳になりますこ。ここに凹凸があります。ここにセットして重口を内側に向ける。反対側も同様。さあ、だんだん見えてきましたね。で、で手に剣を持たせましょう。こうですね。で、フラッカーのこのパーツ。 二つに分けて、これが、ーマーになるわけですね。このように、取り付ける。さあ、そして最後、このブラスターを、頭部のところにね、凹凸を噛み合わせて、取り付けたら、この重厚の部分を、下に倒し、最後は、ここのカバーを、 上に起こせば。これで完成ロードシーザー、健 <laughs> お見事にね、変形合体しました <laughs> どうこれ。めっちゃくちゃかっこいいでしょう。<laughs> これは素晴らしい。ちょっと早速手に持ってみよう。いいね。あ。このね、時代の、 重みを感じます。いいね。やっぱなんかこう、合体トランスフォーマーって言うと、なんか僕にとっては、こういうイメージだね。全体のプロポーションはこんな感じ。さっきも言ったんだけど、ここら辺が折れ変形合体となって言います。なのでね、足の部分ちょっとブラブラです。まあ、でこう、なんていうの、こう、足が長くてさ、もうなんかかっこいい和製ロボット、合体ロボって感じでね、横。 ここから見ると、こう、あ、車が合体してるなっていうのがパッと見てわかります。そして後ろから見ると、こんな感じ。うん。後から取り付けたたくさんのパーツがかなり効果的であることがわかります。これがビークルモードもロボモードもうまくまとまってるとこがすごいよね。近くで見ていこう上半身、および頭部のアップ。僕はこのロードシーザーの顔が好きだね。あの、スターセイバーもそうなんだけど、ちょっとこうサングラスっぽいっていうかさ、 なんかすごくこう、知的な顔をしてるんだよね。うん。僕この顔がとっても好きですね。それから胸部。メッキが使用されています。それから腕。腕もね、このパーツを取り付けることによってちょっと長くなると。で、あとは剣。この三人の武器が合体するってとこがいいよね。それから足。というわけでね、オリジナルの合体をお見せします。ちょっとこれ分かりやすいように胸部パーツを一回外しますね。本当の変形は、 ここを曲げ切り、ここ、ここを押し込むと。こういう風うになるんだよね。反対側も同様の工程で、このようにすると、まあ、こういう感じになるわけです。か。再び、元に戻せば、じゃんこのようになります。これが本来の公式の合体だね。お、おー <laughs> っていう感じでね。これは、さすがに、子供ながらに、 あ、なんかテレビとちょっと違うなと思ったんだよね。なんかちょっとテレビと違うなっていう違和感はやっぱここだったかなという感じですね。これさえなければかっこいいのになってあの子供ながらに思いました。ここだけはね、俺変形させた方が僕は好みですね。まあ人によってはこっちの方がロードシーザーらしくていいって思うかもしれないなまあ人それぞれかもね。あとは最後に比較いこう。 同じ変形合体するトランスフォーマーですね。最近のコンバイナー。と一緒に比較するとこんな感じです。このロードシーザーは頭の高さで25センチ。結構大きいんだけどね。うん、やっぱり最近のトランスフォーマーの方がでかいか。まあ、これちょっと俺変形合体してる。っていうかなんか自分が好きなやつをこう寄せ集めてんだけど。いやー、リメイクしてほしいんだよなーロードシーザーリメイク来るかななんか。 結構トランスフォーマービクトリーはリメイクあんまり恵まれてないような気がするんだけどね。もう本当になんか最近のフォーマットでロード、ロードシーザー欲しいなぁという感じです。<laughs> 一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマービクトリーロードシーザーのレビューいかがだったでしょうか超撃世代のあなた懐かしい気持ちになりましたかどうしにかれてかな それからね、ご存知のない方もね、こう一緒に触って楽しんでもらえたなら、本当に嬉しく思います。オタファはもう小さい頃こういうおもちゃが本当に大好きで、ロードシーザーは憧れた玩具のうちの一つでした。いやー、本当に最後に言ったけどリメイクしてほしいね。ロードシーザー本当に気に入っています。これからもずっと大事にします 今回の動画面白かったな、楽しかった <laughs> 懐かしい気持ちになった。俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、オター。俺もこれ覚えてるよ、とか。初めて見たけどめっちゃかっこいいね、とか。あ、オター、次はあのトランスフォーマーのレビューをしてくれといったリクエストなど。 まあ、トランスフォーマー以外でもね、なんでも大歓迎です。どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。お、どうでしょうまたねー !Let's say go!